黙祷。広島市の松井市長は平和宣言で、先月国連本部で採択された核兵器禁止条約に触れ、交渉に参加しなかった日本政府に条約締結に向けた対応を求めました。核兵器禁止条約の締結促進を目指して、核保有国と非核保有国との橋渡し役に本気で取り組んでいただきたい。その後行われた被爆者団体と安倍総理との面会では、政府の方針に抗議する声が出ました。被爆国である日本は反対し、署名することはないという驚くべき態度を取りました。私たちはこの態度に満腔の怒りを込めて抗議します。この態度を改め条約に署名し批准することを強く求めます。東京都議会議員選挙で自民党は惨敗をしました。国政でもそのことが起こることが十分あります。これに対して安倍総理はこれまでの政府の立場を繰り返しました。核兵器のない世界を実現するためには、核兵器国と非核兵器国双方の参画が必要です。我が国は唯一の戦争被爆国として、双方に働きかけをしっかりと行っていくことを通じて、国際社会を主導していく決意であります。